道人身事故ニュース速報です。2023年11月9日13時44分ごろ、中央本線の甲府駅から竜王駅で人身事故が発生した模様です。中央本線 JR 東日本での人身事故は今年19件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。なお現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。